ハロー、YouTube。久保さん、ティーチャー久保。いやー、あれですね。今回は、色眼鏡にしましょうか。色眼鏡。見ているものは変わんないんだけど、どういう色をね、つけるかによって、感じ方が違う、見え方が違う。僕ね、車を運転してていつも思うのが、今日ね、僕インスタでね、夕日アップしてるんですよ。綺麗な夕日で、どんなコメントついてると思います？夕日にめちゃくちゃ綺麗ですね、結構反応良かったですね。夕日めちゃくちゃ綺麗ですねみたいな反応あるわけですよ。だけどね、車を運転してる人でね、経験あると思うんですけど、あ、眩しいなみたいな、眩しいなみたいな、わかります？眩しいみたいな、わかります？で、同じ夕日なんですよ。同じ夕日なんだけど、どのように見るかによって眩しいな、うぜえなってなるし、見方を変えると綺麗だなってなるんですね。こう面白いですよね、本当に。すげえ、だからいつも思うんですよね。自分が眩しいなと思った時に、眩しいな、うざいなって、その光をね、遮るわけじゃないですか。まあ、もちろん車の運転に支障があるっていう現実はあるかもしれないですけど、夕日というそのもののものは変わらないわけですよ。何が言いたいかというと、起こった現象をどのように見てるかによって感じ方が変わる、つまり、人生の価値が変わるってことですね。要はどういうものの見方をするかによって、人生そのものの自分の価値が変わるってことです。例えば夕日に関しても、眩しいなって見てね、眩しい、うぜえなって思って生きるのか、その回数が多いのか、それとも夕日って美しいなと、あ、やっぱ地球って美しいなって思って生きるのか、その回数どっちの方が多いのか、それが人生の大きな価値を作っていくんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。